呼吸なし、振動マッサージを行う、はい、1、2、3、シェイプ。門司区で開かれた第7管区海上保安本部の警備救難競技大会には、各海上保安部などの予選を勝ち抜いた海上保安官94人が参加しました。競技は2人1組で行われ、船内で倒れている人を救助・搬送する動作の正確さや速さなどを競います。この大会は海上保安官の基礎能力の向上を図ろうと開かれているもので、選手たちは息の合った動きを披露していました。いつ何時、事案が発生するとも分かりませんので、いつでも適切に、海上保安業務を遂行できるように、日頃から備えていきたいと考えております。また武道場では容疑者の逮捕に必要な技術を競う競技も行われました。各競技の優勝者は来月に横浜市で開かれる全国大会に出場する予定です。